株式会社アルベルトの上村でございます。本日はですね、弊社アルベルトと徳島大学が三角連携で開発しております感性で商品を選べる画像、マッチングエンジンスラッシュのご紹介をさせていただきたいと思います。で弊社ですね、今後のインターネットのコア技術としてこういった感性検索であったりレコメンデーションエンジンというのが非常に重要になっていくというふうに考えておりまして、この分野を専門的に技術開発しております。実際3月にですね、ワールドビジネスサテライトの方で脱キーワード検索、新たな検索で伸びるビジネスというような形で弊社の特集がされていたり、今週の頭にも読売新聞の夕刊で非常に大きく取り上げていただいたりで、非常に今注目されているものだと思います。で今回はその中でですね、画像マッチングのエンジンをご紹介させていただいたんですけども、すだちというエンジンです。例えばですね、アパレル商材であったり家具みたいな見た目で選ばれるような商材、そういったものをこれまでインターネット上で選ぼうというと、こういう形でですね、キーワードを入れてください、たくさんあるカテゴリーの中からですね、一生懸命探し当ててくださいみたいな、そんな選ばし方しかできないと思います。これは実際にカタログ通販の一線さんの商品です。でしかもですね、商品数が多いと次へ次へという形でどんどんページを巡らないと自分の欲しい商品に行き着くことができない。でここでスダチを使っていただきますと、例えばどれでもいいので気に入った商品があったら一つクリックしてみてください。でそうするとスダチが自動的に画像を判別して、その商品と色が似ていたり形が似ていたり模様が似ているものというのをどん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 集めていきます。で自動判別してますので当然辞書みたいなものが必要なくて、画像を解析してマッチします。でこのスタジオの賢いところはですね、こだわりをチューニングできるんです。例えば今のピンク色の、T シャツみたいなものを見たときに形や模様はどうでもいい、非常に色が気に入ったんですというようなパラメータの調整をすると、今度はこの T シャツとそっくりな色のブラジャーだったり水着まで出てくるようになります。でこの場合は形や模様というのはほとんど、調整されています。で一方でですね、模様に色にこだわってこのボーダー T シャツを検索してみると、このボーダーのポーシャツと同じようなシマ模様の、しっくりだったり、またちょっと変わったところでこういうシマ模様の帯みたいなものまで出てくる、こういったパラメータの商品です。で、もう一つですね、スダチの賢いところなんですけども、これ自動解析すると言いましたけども、大体 EC サイトで使われている商品というのはほとんどの場合、こういうふうにですね、人が着ていたり、マネキンが着ていたり、着ていなかったり、なぜか背景が海だったり、山だったり、非常にばらつきが多いんですよ。で、そういう場合でも、このスダチがですね、この商品のどの部分が、写真のどの部分が商品なのかということを、判別して商品だけを自動マッチングすることが、例えば先ほどのこういう下着みたいなものですね、背景状況ということが行われて、このようにですね、下着の部分だけが検索されてマッチングされます。で昨日飲みながらこれをとある先輩に説明していたらですね、上村お前これは背景除去するんじゃなくて商品除去した方がいいんじゃないかな、そういうニーズも世の中にあるでは、例えば今日のお昼、ゴールドミンさんという大手アパレル企業さんで導入されるスタートするサービス、こちらなんですけども、見せ方を工夫してですね、商品をクリックするたびにその商品と色や形が似ているものがどんどん表示してくれたり、住友商事さんでやっているミラメラという、サイトがございますけども、ここでもですね、商品を選ぶたびにその商品とそっくりな商品がどんどん集まってくる。これは店頭で商品を探しているときにですね、ある商品を見ているとお客さんはその商品と色違いの商品でこんなのありますよ、同じような形でこんなニューモデルがあるんですよということを紹介されたりします。でそういった出会いのあるような、サービスのウェブ上で実現したい、そういう思いのもとに、このエンジンを開発しております。もっといろんな使い方があると思っていて、例えば最近非常に伸びているモバイル、街中を歩いているというですね、かっこいいソファーがある、そしたらそのソファーの写真を撮ってウェブに上げると、インターネット上からそのソファーにそっくりなものを探せるとか、あとは友達が持っていたカバンがかっこよかったから、その写真を撮ってウェブ上に上げてみましょう。で、そうすると、また、インターネットの中から探してくれる。このサービスがあったら非常に素晴らしいわ。お買い物の仕方が変わるんじゃないかと思います。で、今日せっかくなんで、会場にいらっしゃっているスタイライフの、岩本社長の超高級レザーバッグ、これを楽天さんの中から探してみました。
ただゴルダリストオンラインの大地さんの持たれていた超高級カジュアルバッグこちらも探してきました。で、ちょっと取り込んでですね、楽天さんのちょっと写真を破壊して探してきました。でかなり似ているのがあって、さすが楽天さん、こちらの商品なんですね、非常に岩本さんのカバンにそっくりです。9800円です。それで僕もですね、9800円で日本社長と同じかっこいいフリーさん、はい、でライアンさんの顔はちょっと変わっていたのであるかなと思ったんですけど、さすが楽天さん、たくさん似たようなと思いました。特に似てるかなと思ったら、この辺りとかはイメージに似てるかなと思うんですけども、14800円、結構高いですね。ちょっとお金払えば私もライアンさんのようなかっこいいフリーさん、はい。他にもですね、利用広告は広告マッチングエンジンの中でも使っていただけるかなと思いました。ありがとうございます。